内藤ブログ生まれ変わります。ということで皆さんこんにちは、内藤です。なんとですね、皆さんのおかげでブログがですね、もうすぐ登録者数30万人になるところでございます。本当にありがとうございます。ということで、今回はですね、イメチェン企画です。僕自身も生まれ変わって、そしてこの内藤ブログというチャンネル、ヘッダーとアイコン、チャンネルデザインも一新したいと思います。なので今日の予定としてはですね、まず顔を整えるスキンケアをして、そしてその次にコーディネーターの方と一緒に洋服を選んで買い物をして、その後に表参道でヘアチェンジをして、そして最後にカメラマンさんに写真を撮ってもらうという、そして最後にね、アイコンをね、いくつか候補作るんで、ぜひ皆さんどれがいいか選んでください。その意見をいただいた上で、チャンネルのねデザインを変更したいと思います。なので最後までよろしくお願いいたします。さあ、それではまずスキンケアの方していきたいと思います。僕ですね、一つね自慢があるとしたら、肌が綺麗っていうことなんですよ。昔にもね動画上げてるんですけど、スキンケアとかは毎日ねやっていて、肌はね綺麗な状態をね保ててるかなと思うんですよね。で、今回もねスキンケアしていきたいんですけど、今回はなんとパナソニックさんとのコラボでございます。今回はですね、僕が本当に買おうと思ってたものです。それがこちらです。じゃじゃーん、パナソニックのスキンケアシェーバーラムダッシュでございます。これね、見たことある方もいると思うんですけど、これね一見すると普通のねシェーバーかなと思うじゃないですか。なんとここ見てください。ここにですね、プレートがついてるんですよ。これがイオンプレートで、なんとシェービングをしながら化粧水を浸透させることができるっていう、だから一石二鳥ですよね。毎日髭をね剃る方も多いと思うんですけど、それをしながら化粧水も一緒にね肌に浸透させてスキンケアができるっていう、それでね毎日ながら作業でお肌が綺麗になったら、これ一石二鳥じゃないですか。でしかもですよ、イオンケアモードっていうね、もう一つのモードがあるんですけど、これを美顔器として使えるらしいんですよ。このプレートを肌に当てて、そしてね滑らせることによって保湿ケアもできるという、ヒゲ剃りと美顔器が一緒になったような感じなんですよ。これねお得でしょ。だからこれ前々から気になったんで、今回これをね試してスキンケアで肌を整えたいと思います。それではまずこちら開けていきたいと思います。じゃんじゃじゃーん、はい、本体こちらです。デザインもですね、ミニマムな感じで、ザ・シェーバーっていうよりも、なんかおしゃれなね、印象が強いですね。で、ここにね、イオンプレートですね。ここの正面と天面、ここを肌に当てながら滑らせると。そうすることで浸透していくって感じですね。で、俺何がいいかって思ったかというと、縦置きできる、これ、充電台がついてるんですよ。だからこういう風にね、立てて収納することができるっていうのがスッキリしていいなと思ったんですよね。こういう風にね、シェービングで肌に当てながら、ここのね、イオンプレートが肌に触れて浸透させるということで、これが世界初、イオンの力で化粧水浸透シェービングというらしいです。で、こちらのね、説明を見てみると、ヒアルロン酸の浸透量が手で塗るよりも 1.7 倍。そしてですね、肌の水分量減少が手で塗るよりも4分の1に抑制することができるらしいです。まあね、これ一回使ったから劇的に変化するっていうものじゃないと思うんですけど、毎日ね、やっぱ男の人ってヒゲ剃る人多いと思うんですよ。それでヒゲを剃りながら、スキンケアができるっていう、その積み重ねがね簡単にできるっていうのは嬉しいポイントだなと思いました。それでは早速ね使ってみたいと思います。はい、ということで今ね充電台に乗せてね、充電しております。これね、思ったこと言っていいですか。褒めるだけが仕事じゃないんでね、ちゃんとね僕が思ったいいところと悪いところも言いたいと思います。これ見て、充電器なんだけどさ、これ横に伸びてんの、これめっちゃ邪魔じゃない。この充電台とさ、このセットめっちゃ美しいのに、充電器伸びてここがねすっげえ横にはみ出てんの。だからそこはすごいねもったいないなと思いました。これがミニマムで美しいデザインなのに、ここめっちゃはみ出して邪魔じゃんみたいな、これはね残念なポイントですね。はい、ということでまずですね、化粧水浸透シェービングっていうものをねやってみたいと思います。俺ねヒゲのね永久脱毛もやってるんで、そんなには生えてこないんですよ。1週間に1回ぐらいシェービングするかなって感じです。なのでね、細かい毛が、生えてくるかなっていう状態になってます。でも初めに比べたらだいぶ綺麗になったよね。さあ、それではね、やり方としては、まず化粧水をたっぷりね顔に、つけていきます。これね、たっぷりめにねつけた方がいいということで、はい。で、そうしたらですね、シェーバーを動かしながら、ここですね、ここの天面っていうところ、ここを、肌にねゆっくり当てながらシェービングしていきたいと思います。じゃあそれでは早速つけてみたいと思います。はい、来た。イオンのレベルをね選択することができる、弱、強、そしてあったかさも弱、強で選択することができる。じゃあちょっと強で、試してみたいと思います。ゆっくり滑らせる感じで、あ、ジョリジョリっていうね、あったかい、あ、本当にね
ここあったかいです。じんわりあったかくて気持ちいいですね。感覚としてはピリピリもないんで、本当にじんわりあったかくて気持ちいいみたいな感覚ですね。はい、ということで剃ってみました。普通にこれちょっと忖度なく言うと、ここね普通に手で塗ったところで、こっちの下がね化粧水浸透シェービングしたところ、違うのよ。下の方がスベスベしてる。なんかこっち上の方は手で塗っただけのところはベタベタしてるんだよ。なんかちょっとベタっとしてるなって感じだけど、こっちはねサラサラしてるんですよね。でもねちょっとね手で触った感じでも少し違い感じます。で使ってみた感覚としては、めんどくさいことが一切ないっていうのが超いい。もう普通にヒゲ剃ってるのと一緒で、むしろあのプレートがあったかくなるんで、普通のシェービングよりも気持ちいいみたいな。さあ、そしてもう一つね注目機能があるんですよね。次はですね、この天面じゃなくてこちらね正面側を、肌に当てて、そしてイオンケアができるというものですね。そちらもちょっとやってみましょう。キャップをつけて使用して、こういうふうに当てていくってことです。でこれは顔全体できるんで、こういうね目元とか気になるところに当てて使用するらしいです。でこれはねシートマスクの上からとかもできるらしいです。今回僕は乳液をね塗った上から、行いたいと思います。さあ、それでは当てていきます。はい。でですね、僕の場合乳液つけたんですけど、乳液の場合にはこれを動かさずに当てて浸透させるっていう感じらしいです。でいいのがこれね、プレートが温まるまで30秒とか待つとかってね、そういう必要がないんですよ。もうスイッチ入れた瞬間にねほぼすぐ使えるんで、朝の忙しい時間帯とかでも、あ、ちょっとやろうかなっていうね気持ちになりますよね。でこういう風に当てていくことで、肌のね角質層まで浸透するっていうことです。はい、いい感じじゃないでしょうか。はい、ということでスキンケア完了しました。いかがでしょうか。わあ、すごい、この光のツヤっていうか光のリングっぽいのが出てきてないですか。気のせい俺の、ちょっとね肌に張りが出てる感じはするんですけど、どうだろう、気のせいかな。ということで使ってみた感想としては、やっぱね手軽なのがいい。いつも日常のシェービングに何も気にせずに、何も考えずにプラスしてね肌のスキンケアができるっていうのはすごくお得、コスパが高いなと思いました。朝の忙しい時間帯だと思うんですよ、ヒゲを剃るっていうのは。そういった時にわざわざね美顔器用意してやるってね絶対できないじゃないですか。電車の時間がってなるじゃないですか。でもそういった時ね、手軽に一緒にやりながら保湿できるとかっていうのはすごくね便利なアイテムだなと思いました。でこれね本当にねスキンケアに興味がある俺と同い年の30代ぐらいの方とか、もしくは彼氏へのプレゼントとしてもねすごくいいなと思いました。彼氏にもねちゃんとスキンケアしてほしいとかっていう時には、これをさりげなくプレゼントするってのもありだと思います。デザインもねかっこいいしね、これはセンスの高いプレゼントになるんじゃないかなと思います。やっぱ実用的なものって男性好きなんで結構喜ばれると思います。ということで、これでスキンケア完了です。次はですね、洋服のねコーディネートをしてくれる方と一緒にね店舗を巡って、洋服をね買っていきたいと思います。それを着替えて、髪を整えて最後に写真を撮るって感じです。それではすぐ行きましょう。はい、ということでスキンケアの後は洋服の方を買っていきたいと思います。今回ですね洋服買うのはステディオス神南店でございます。それでは中に行きましょう。はい、ということで本日コーディネートを担当していただく小林さんです。はい、小林です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも自分の感覚で選んじゃんで、でもそれでめちゃくちゃおしゃれですね。本当ですか。嬉しい。小林さんありがとうございます。今日はもう客観的に見て、はい、なんか今のトレンドとかを取り入れつつ、はい、ぜひ、はい、選択の方よろしくお願いします。あ、わかりました。素材がいいんで、はい、もうバッチリ決められるかなと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ行きましたね。はい、お願いします。じゃあ、はい、一緒に回っていきましょうか。はい、お願いします。はい、僕なかなか店舗で買い物する機会ってなくて、はい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 、いつもネットとかで買っちゃうんですよね。ああ、なるほどなるほど。そうなんですよ。まあ、今でもトレンドの話にしていくと、あ、はい、まあ、全体としてゆったりめというか、うん、形が多いので、まあ、サイズ感も多分合わせやすいものが多くて、はい、ネットで買ってもうまくいってるのかなと思います。うん、あとはあと、まあ、コロナ時代ということもあって、はい、まあ、その素材感とかですかね、はい、例えばジャケット一つ取っても、はい、昔だとやっぱり仕事してるとなんか窮屈っていうイメージあったと思うんですけど、うん、今だと結構動きやすくてなんか伸びる素材みたいな。確かにちょっと柔らかめな感じで。あ、そうです、うん、なので、まあ、仕事でも楽に着れたりだとか、はい、なんかオフィスワークしててもなんか簡単とか、はい、で私服でも着れるみたいな、うん、っていうものが全体的には増えてる傾向ですね。なるほど、はい、でもサイズ感パンツに関しても結構、まあ、こういう感じですね。ちょっとゆったりしてるもの、はい、ものが多いと。あ、でかなり薄めですね、やっぱり。あ、そうですね。抜けてもうやっぱりそのシワとかがめんどくさいじゃないですか。わかる。わかります。はい、あとは洗濯してね、はい、めんどくさいとかあるんで、そういった手間も省くよりも洗えるものとか、うん、っていうような、なんかすごい使い勝手がいいものが、なるほど、まあ、流行りという感じになってます。なるほど、それがトレンドなんですね。はい、さらに細かいところ言うと、はい、本当
当に今年とか去年の秋ぐらいからの話だと、はい、なんかレザーを使ったパンツとか、レザーを使ったシャツとか、はい、っていったようななんか形、色としては結構ベーシックなんですけど、はい、なんか素材感のところでちょっと大人っぽいというか雰囲気変える、はい、みたいなところが少しずつ流行ってきてますね。これ結構難易度高い感じしますね。これは高いっす。ですよね。レザーのパンツって履いたことないかもしれない。いやでもこれ履いてたらかっこいいっすよ。確かにちょっとワンランク上になった感じしますね。なりますね。やっぱレザーなんか大人の色気出てくるんで。確かに、はい、大人っぽい人が着れるとすごいかっこよくなってます。確かに、はいはい、まあ、こういったちょっと薄めのパープルだとか薄めのグリーンだとか、まあ、いわゆるニュアンスカラーですかね。まあ、今多分着てらっしゃいますけど、確かに、はい、こういったような色が、うん、はい、こういうのがミントっぽいからいいなと思ってて、はい、内藤さん可愛いのもあると思います、ね、あ本当ですか。じゃあ今回、まあ、一着ちょっとコーディネートしてもらおうかなと思ってるんですけど、はい、なんかテーマみたいなものって あったでしょうか。あります。僕の中だとやっぱり、まあ、実は内藤さん僕と同い年で31なんですけど。え本当ですか。そうです。同世代。ちょっと大人っぽい感じにしていこうかなと思ってまして、はい、確かに30代になってくると、はい、やっぱり大人とか色気とか、はい、そういう感じになってきますよね。そうなんですよね。そうやっぱり内藤さん動画を 見させてもらっていると、はい、結構、まあ、可愛らしいというか柔らかい雰囲気が多いと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとだけ雰囲気変えて大人っぽい男らしい感じにしていこうかなと思ってます。ありがとうございます。はい、それではまず1コーデ目こちらになります。じゃじゃん。いかがでしょうか。上と下黒でかなり大人っぽい印象になってると思います。でパンツもねこれすっごいいいです。スッとして切れ目になるんでこのパンツは普通に欲しいですね。やっぱり上もねレザーっぽくて光沢があるんでね切れ目になっていいんじゃないでしょうか。さあこの上下のセットがワンコーデ目ただねもう何パターンか試してみたいと思います。パターン目はこちらです。じゃじゃーん。いかがでしょうか。下のズボンさっきと一緒 で上はねちょっとゆったりめのリラックスしたシャツに、変えてます。で色もねちょっと灰色っぽい感じなんでさっきよりがね明るい印象になるかなと思うんですけどいかがでしょうか。いいですね。このリラックスしてね肩が落ちてる感じもね大人のなんか休日みたいな感じで結構いい感じじゃないでしょうか。こちらが2パターン目でございます。皆さん覚えててください。次まだいきますよ。3パターン目いきます。3パターン目はこちらです。ででで。はい、これはね俺っぽいっすね。派手な柄シャツこれはね、まあ、俺もね個人的に好きな感じで派手めで、で下もね、すっきりズボンは変えてないです。はい、これが3パターン目になります。それでは続いて4着目です。でれーん。いかがでしょうか。これ可愛らしい印象ですね。小宮さんこれだとポイントはどこになるんですかね。これですと、はい、色味が、白じゃないじゃないですか。はい、確かに淡いクリーム色みたいな。そうなんです、はい、なので本当内藤さんの雰囲気にあった可愛らしい印象を前面に押し出してるっていう感じ。確かに。ただあとはこの素材感っていうのがもうすごいトロトロしてて、まあ、着やすいじゃないですか、うん、そうですね、はい、そういったところでなんかシワになりにくいのでちゃんと清潔感も出てる。確かにこの素材感いいですね。うん、5着目はこちらです。ダダン。いかがでしょうか。これ面白いですね。切り返しになってるんですね。そうですね。今はちょっと、まあ、ベーシックなものよりちょっとこういったデザインを足していくっていうものが流行りなので、うん、それに沿った形だけど斜めっていうのはちょっと斬新で確かに面白い形ですね。面白いですね。ストライプの模様も微妙に違ったりして。そうです、はい、面白い形になってる。さあこれが5着目。さあ続いて6ですかね。こちらセットアップでございます。じゃじゃーん。いかがでしょうか。この色合いすごい可愛くないですか。春っぽいですよね。でセットアップということでこれもねまあ可愛らしいけど大人っぽい印象もあってどうですか小林さん。そうですね。やっぱりそのジャケットとかセットアップだとちょっとカッチしすぎる印象になるんですけども、うん、やっぱりこういった色味を柔らかくしたりだとか、はい、まあ、少しだけサイズ感緩くしておく、うん、そうするとまあ普段着でも着てもいい感じになってきますね。確かに。じゃあちょっとこの中から1着決めたいと思います。はい、ということでお洋服の方を購入しました。そして次は髪型です。これをしっかりと整えてから写真撮影臨みたいと思います。で今回ですねノラさんというね美容室にやってきました。あのですねキングコングの西野さんも通ってるということでかなり有名なね美容室らしいんですよ。僕はね初めて来たんですけどここでおしゃれにイメチェンしていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、お願いします。
前髪が変わった方が、まあ、一番分かりやすいですけど、はい、うん、そうですよね。下ろすか、はい、作るか、はい、別に抵抗ないですか。あ、もう全然ないです。がっつりいっちゃってないです。久々かもしれないです。そうですよね。顔整ってるね。いい、結構思い切って大丈夫って勝手に思ってます。うわ、ありがたいです。大胆に変えたい、イメージにしたいんで。でも、本当めっちゃ肌綺麗です。あ、そう、それは言われるんですよね、毎回。めっちゃ綺麗です。肌が、なんか体質なのか、荒れにくいんですよね。親に感謝みたいな。そうなんですよ。体質。そうなんですよ、体質で。あの、もう、おろすのも邪魔って時はセンターパートで流し、後ろに流します。はい。はい、ということで、髪のセット完了いたしました。素敵に切っていただきました。それではいきます。3、2、1。いかがでしょうか。ということで、素敵にカットしていただきました。もうかなり久々に前髪作った感じで、ちょっとね、若返った感じしますね。で、そして、一周回るとこんな感じです。さあ、それでは、この髪型で、そしてさっき買ったね、洋服に着替えて、最後写真撮影行きたいと思います。せーの、よいしょー、ということで着替えました。いかがでしょうか。最終的に決定したのはですね、気に入ったね、この黒のパンツ、すごくね、伸びやすくジャージっぽいんだけど綺麗に見えるっていうこの黒のパンツと、そして中はですね、ハリ感のある白 T で、そして外側ですね、ミントグリーンのジャケットっていう形で決めました。でかなりね、綺麗な感じもできると思うんで、この髪型ともね、すごい相性いいかなと思います。それではこれで最終的に写真撮影に臨みたいと思います。そしてアイコンを決定したいと思います。はい、それでは最後ね、バッチリ決めたこの姿で写真撮影アイコン用でね、撮っていきたいと思います。そしてね、最後家に戻って、皆さんにね、投票してもらいたいと思うのでお待ちください。それではかっこよく撮ってもらいます。あ、いいっすね。もういいっすね。もういいっすね。撮らなくていいじゃん。いや、ダメですよ。撮ってください。そうなんすか。それ嬉しいっす。はい、ということで、ただいま写真撮影の方終わりました。めちゃめちゃ素敵な写真撮っていただきました。それでは家に帰って最後宣伝したいと思います。それでは家に戻りましょう。はい、ということで、戻ってきました。ちょっとね、お風呂入ったんでね、軽くしかセットしたいんですけどね、かなりさっぱりしていい感じじゃないかなと思います。そしてね、洋服もですね、スタジオスでね、もう一本ね、爆買い動画やってるんですよ。その中でね、買った服に着替えました。ぜひね、そちらもチェックしてみてください。15枚分爆買いしました。さあ、それではですね、撮った写真ね、公開したいと思います。で、今からですね、番号を出して4つ提示するんで、この中から選んでください。それが採用されるかどうかだけで選んでください。この4つの中からアイコン決めたいと思います。それではいきます。まず1つ目、こちら、これはね、ちょっとね、ツンとね、上を向いてる感じですね。これが1番です。覚えておいてください。アイコンにすると丸い画像になりますね。はい、そして2番目いきます。はい、2番目、これね、珍しい表情っていうか、なんかあんまり俺っぽくないっていうか、別の人に見える。うん、俺じゃないみたい。これ2番目、ね、覚えておいてください。2番目ね。続いて3番目、はい、次はね、横向きバージョンですね。黄昏バージョンでございます。はい、これが3つ目でございますね。はい、4つ目、いきます。4つ目ですね。目力がすごいな。目バッキバキやん。目力が相変わらずすごいな。この4つで投票を取りたいと思います。ぜひコメント欄に1234で番号で書いてください。皆さんの意見を参考にして後日変更したいと思います。いや、でもね、とってもいい感じじゃないかなと思います。そしてですね、皆さんお忘れじゃないでしょうか。今回はですね、パナソニックのスキンケアシェーバーラムダッシュとのね、コラボでございました。これね、ヒゲ剃りでね、肌のダメージが気になる方にも優しくヒゲを剃ることができるっていうのも特徴であります。高速リニアモーターを搭載しているので、濃いヒゲでもね、しっかり剃ることができて、なんと本体もね、水洗いすることができます。ズボラだけどちゃんと肌の手入れしたいっていう方にはね、一石二鳥でいいんじゃないかなと思いますし、やっぱりね、プレゼントにね、これいいと思う。ということで、スキンケアもちゃんとやって、髪型も整えて、そして、ね、洋服も買ってってことでね、一新して、
内藤ブログ30万人目指していきたいと思っております。このチャンネルでですね、同年代にね向けて本当にね俺が紹介したいとか本当に俺が興味を持ったものをねやるチャンネルなんで、趣味嗜好が合う人はもうずっと永遠に見れるチャンネルだと思います。なので皆さん長く付き合っていきましょう。ぜひアイコンとヘッダーお楽しみに。またね、バイバイ。